今回は需要があるか分かりませんが、ビューティーガレージさんで販売してたりするルビノという海外製のシャンプー台の蓋について、ちょっとお話ししたいと思います。でこれが 75mm の蓋なんですけれども、これ日本で売ってないんですよね。で結構 Amazon とかでも探しても 80mm しかなくて、でハマるものが今ビューティーガレージさんにも置いてなくてですね、今手に入りません。でこの場合結構蓋なくなっちゃうんですよね、うちの店は特に。で80mm をこれ Amazon でだいたい200円ぐらいで買ったやつなんですけれど、これを 5mm 削るしかないんですよ。でこれ今 5mm 削ってる状態なんですけれども、まあちょっとね危ないんで怪我しないでいただきたいんですが、ちょっと僕はあんまりこういうの得意じゃないので、もっと上手なやり方あると思うんですけど、この中に、この円があるんですけど、これ今削ってるとこですね。ここを 5mm 削ることによって、はまるようになるんですよ。でそうでもしないと今手に入らなくて、同じようにお困りの方いらっしゃるんじゃないかなということで、一応アップしてみたんですけど、ぜひ、困ってる方いるかもしれないのでシェアしていただければありがたいと思います。はい。でこのような感じで削っていきます。これは電動ドリルでただやってるだけですね。普通のお店にもありそうな道具でやってます。でこれちょっとね 5mm 削って、中の枠がちょっと小さくなって、外枠は削らないでくださいね。はい。でそうするとちょっとこれはまってるんですよ。はい、ちゃんとはまってる状態です。でもともと既存のものがあるんですが、既存の蓋が手が持ったとこついてないんですよね。これねちょっとね削りすぎちゃった1個目がちょっと失敗しちゃって、周りを削るとこういう風になっちゃいます。なので周り削んない方がいいです。でこれは今左下にあるのがこれ既存のものなんですけど、こういう風に持つとこないんですよね。なんですごく使いづらくて、これ結構おすすめなのでぜひ